はいどうもブラッドです。さあエンゼルス、今日もフィリーズと戦っています。まずね、ウォードが IL に入ってしまいました。マッドン監督は最短のね、10日間で戻ってきてくれたら嬉しいが、どうなるかはまだわからないと話しています。これね、長引くとね、本当にね、シーズン全体に関わってくるので、なんとか10日でね、帰ってきてほしいです。そして代わりに来ました、ジョー・アデル降臨。ただやるべきことをやって呼ばれたというわけじゃなくて、ウォードの IL があったから呼ばれたと話しています。ただアデル自身は守備をね、重点的にね、練習して、かなりね、自信があるようなコメントを残しています。これからの試合注目ですね。そして負けが込んでますからね、なんとか起爆剤というか、チームにいい雰囲気をもたらしてほしいですね。そして早速今日5番ライトにアデルが入っています。先発ピッチャーはサンドバル、フィリーズの先発ピッチャーカイル・ギブソン。さあそれでは試合の結果見ていきましょうか。今日の試合の結果はこうなりました。もう怖いって。5点先制して8回からクローザー投入、4点3点、怖すぎるでしょ。なぜここまでして勝てない。何をやっても恨め恨め、おかしいって。何これ、何かに呪われてる。厄払いでもした方がいいんじゃない。おかしいよ絶対。これで勝てなかったらもう本当にね、もう今ね、どことやっても勝てないね。ちょっとね、トンネルの出口が全然見えない、光が何にも見えない、真っ暗闇。これで11連敗ですか。きっと昨日負けてね、貯金がゼロになって、チームもファンもね、こっから心機一転、またゼロから積み上げていこうという気持ちでいたはずなのに、そこでこの負けはね、辛い。まあ、開幕もね、借金あったから、まだね、シーズンが終わったわけじゃない。まだね、100試合以上ある。もうそれだけだ、プラス要素は。ポジティブ要素、それだけだ。まず2回のエンゼルス。ウォルシュがしっかり選んでね、先頭出たんですけれども、期待されたアデル。いきなりのゲッツ。先行き不安になりましたね。3回も先頭出ました。その後、ワンアウトで1塁ランナー、ウェイド。ここボールカウント 1-1 でランエンドヒット仕掛けるんですけれども、ベラスケス空振り、ウェイドは盗塁失敗。もうまた今日もかって感じでしたね。序盤から攻撃がうまくいきません。その裏サンドバル大ピンチ。3者連続フォアボールなんですけれども、これはね、ただ球が荒れてたというよりも、昨日のロレンゼンみたいにね、1点もね、上げたくないと。とにかく慎重に慎重に一発は避けようと、そういうね、攻めに見えましたね。結果的に満塁にしちゃうんですけれども、失点はしなかったので、まあ作戦うまくいきましたね。その直後、まさかまさかの5得点。大谷選手はライト線にね、いい当たりを飛ばします。トラウトね、今日ね、ノーヒットだったんですけれども、ここでね、フォアボール1個選んだのはね、ちょっと安心しました。ここ6試合、フォアボールもね、1つしかなかったですからね。ノーアウト満塁で、ウォルシュのライト前、痛烈なクリーンヒット。本当にね、この回はね、いい流れの攻撃ですね。続くアデル、ノーアウト1、3塁から。平凡なサードゴロなんですけれども、サードのボーム。セカンド投げようかと一別するんですけれども、その隙にもうアデルはね、ファースト駆け抜けてる。俊足なんですよ。アデルのスピードが行きましたね。ラッキーな内野安打。その後ワンアウト1、3塁から鈴木もね、センター前で繋ぎます。1塁ランナーマーシュしっかり3塁を落とし入れます。そしてウェイドは追い込まれながらセーフティースクイズをファーストに決めるんですけれども、ここでね、ファーストのホスキンス、セカンドに投げるんですけれども、球が浮いてしまって、オールセーフ。もうこうなったらね、押せ押せですよ。もう今のエンゼルスはね、セーフティーリードなんてないから、もうね、取れるだけ取ってやろうと。ここでね、攻め立てて、ギブソンノックアウト。ただ変わったネルソンに勢いを止められてしまいました。我慢の投球を続けてたサンドバルでしたが、5回に2失点。ノーアウト2塁3塁から失点しますが、アウトカウントを重ねながらでしたので、まだ良かったですね。
5回は投げ切ってほしかったんですけれども、最後ボームに粘られて結局ヒット、残念ながらここで降板となりました。5回途中2失点でね、抜群とは言えないんですけれども、よく粘ってね、5点のリードを守っただけ、ナイスピッチングでした。8回に待望の追加点ですが、これはね、いい形で取りました。まずウォルシュね、セカンドゴロ、ストットが弾いてボールが転がってる間に2塁を落とし入れる、これがね超ナイスラン。これのおかげでね、マーシュのタイムリーが生まれましたので、これはウォルシュ走塁意識が本当に高い、いい選手です。ところがその裏ね、ループがマウンドに上がるんですけれどヒット、そしてねこのエラーが痛すぎた、もうとんでもないエラーとなってしまいました。これサードのダフィーね、セカンドに送球するんですけれども、大きく上にそれてしまいました。もしかしたらゲッツーが取れてたかもしれないので、なんでここでねエラーが出ちゃうかなと、ミスはつきものだけれど本当にねもう悔やまれる。もうこうなったらね、負の連鎖は止まりません。ランナー満塁としたところで、ここでクローザーイグレシアス投入、ホスキンスは抑えたんですけれども、ハーパーね、ここで打つか、本当にねもう大スターだよお前は。最後3-2からね、本当に厳しい場面でした。押し出しも嫌だ、ストライクゾーンで勝負するしかない。ただもうね、チェンジアップがもうまんまん真ん中、もう一番打ちやすいんじゃないかっていう高さ、コース、軌道、まあ一発で仕留めるハーパーもすごいわ。ちなみになんですけれども、今日の対戦前までにイグレシアスとハーパーの対戦成績、5打数3安打2ホーマーだったんですね。かなりねイグレシアスは苦手にしていた。となると満塁で敬遠もね、今年やってますから、あったんじゃないかと思われる方多いと思います。それについて記者から問われたマッドン監督、こう答えました。確かに敬遠はできた、しかしイギーはクローザーだ、私はあの場面彼を信頼していたんだ。まあさすがにそうでしょうね。ハーパーと勝負したことで結果は最悪なことになりましたけれども、もしねイグレシアスに敬遠を指示していたら、もっと大きなものをね失いそうですので、まあさすがになかったですね。もう満塁ホームランで同点にされてね、もう勝負あったと思いました。こっちは勝ちパをねどんどん投入してましたしね。ただ今日のエンゼルスはね違ったんですね。粘り見せました。ランナー出てバントは失敗するんですけれども、その代わりにウェイド意地の盗塁成功、ベラスケスに代わって代打レンヒーフを倒れましたけれども、さっきミスしたダフィーね取り返しました。まあこれね、言うなればもうホスキンスのエラーみたいなもんですけれどもね、とにかくねダフィーの意地がね宿っただけ、そんな感じでしたね。とにかくこれで1点勝ち越し、もうここまで来たら行ってほしい、もうあと1回。ただ思いのほかイグレシアスが誤算すぎた。ハーパーのホームランはもちろん、カスティアノスのセンターフライも、このリアルミュートのサードライナーももう全部捉えられてるんですよ。だから最後ハーゲットにね変えるのは良かったと思うんですけれども、まさかストットで3ボールノーストライクからフルカウントまで行くんですけれども、最後のカーブがね真ん中に入っちゃいました。試合後ハーゲットはね、今年はねもうこのカーブがうまくいってるし、最後もね自信を持って確信を持って投げたと話しています。まあ確かにストットもねよく我慢して打ったと思いますよ、あんなにしかも飛ばすなんてね。いやーこのシリーズはねストットにやられましたね。初戦もスリーランでしたもんね。いやーそれにしてもこの負けはしんどいですね。ようやくね連敗ストップがもう目の前まで来ているところで、もう今年最悪と言っていい負け、こんなことありますか。もうあとポジティブなところはね、もうホームに帰ってやり直し、また仕切り直しです。それまでにねもう負のオーラをもう全部ねもう取り払ってほしい本当に。今日はヒット8本で7点、
少ないチャンスをものにして相手のミスにねつけ込んだりして攻撃は効率が良かったです。ただトラウトの不調が止まりませんね。地元に帰ってきてもヒットなし、キャリアワーストということでかなり深刻ではあるんですけれども、明日からはねアナハイムに戻ります。トラウトはアナハイムでの打率がロードよりもねかなりいいので、明日こそはね期待できるんじゃないかなと思います。サンドバルはかなり慎重にいった分球数がねかさんでしまいました。ただその後キハダとテペラはね非常に良かったです。テペラはマットン監督曰く今年最高の出来なんじゃないかなと話していました。ループはねダフィーのミスがありましたので、そんなに気にしないでね次回またいいピッチングしてほしいですね。イグレシアス今日の登板が中8日だったんですけれども、ちょっと飽きすぎなんじゃないかなとね思いましたね。ここ数日の間でマットン監督、調整登板はねどうなのかという質問には、イグレシアスに調整登板は必要ないと思っていると話していました。今日の不調がね中飽きすぎが問題かどうか分かんないんですけれども、とにかく次の登板ではね圧倒的なクローザーイグレシアスを見せてほしいですね。さあもうね勝つのはアナハイムしかないでしょう。明日からレッドソックスと4連戦、続いてニューヨークメッツと3連戦がホームで行われます。まず明日先発はシンダーガード。前回炎上してますけれども、以前ボストンでやった時は7回3失点とまずまずの投球をしています。まあ相手がどうこうじゃないですね。もう何が何でももう勝ってほしい、それだけ。お相手レッドソックスはマイケル・ワカ。前回 5.2 回で無失点と抑えられています。今日の負けを引きずるなという方が無理かもしれないんですけれども、ホームですからね、もう周りはねみんな味方、叩く人もいるだろうけれども、みんな球場で応援してますから、テレビの前でも応援してますから、その応援にねなんとか応えてほしい。頼む、本当にお願い。はい、今回の動画以上といたします。ご視聴ありがとうございました。また別の動画で会いましょう。バイバイ。